はい、こんにちは。中学受験桜ラらチャンネルのア谷直樹です。今日は復活、これだけで中学受験できます。中学受験算数基礎講座、速さの20回目、時計算の4回目です。さあ、あ3回だったかな。<laughs> えー、今日はね、えー、時計の、えー、針がね、追いつく。 調子が単身に追いついていくとか、90度開くとか、一直線になるとか、そういうのはどういう時なのかっていうのをやってみましょう。この中学受験桜くららチャンネルは、中学受験の全教科、全科目、全単元をいつでも、どこでも、何度でも学習し,し直せるというコンセプトで、えー、作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、そしてメンバーシップもお願いします。では早速やってみましょう。 さあ長い針は 360÷60 の1分あたり6度進んでいく短い針は3 0度割÷ 6 0分の0 5五度一1分あたり、えー、進んでいく、ね、でその上で、ね、さあ2時と3時の間の針について、ね、長針と短針が重なる時刻は何時何分か、ね、さあ2時と3時というとこんな感じです。 チョン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 ですさあ2時ちょうどっていうとね長い針はここです短い針ここです、ね、これはつまり 30°30° 度30度で 60° 度、えー、開いてありますよね短い針の方が先にこっちを行っていて長い針は後で追いかけていくわけですさあこれがどこかでねっ ちょん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 で、さあ2時何分かでこれ長い針と短い針が追いつきますよね。これいつなのかっていうとどういうふうに考えるかっていうとね、さあ差は60度です。ね、A さんが先60度 B さんが60度後に、えー、出発します。さあ60度の差をね、 さあ、短い針は0.5度ずつ1分あたり動く。長い針はというと6度ずつ追いついていくわけです。そうだとするとね、60度の差を長身は1分あたり6-0.5度の5.5度ずつ追いついていくんだね。ねそうだとすると、 6 0度の差が1分あたり5 5度ずつ追いついていくわけですから何分で追いつくかというと 5. 5分ですよねでこの計算の仕方もね結構特殊ですさあ5.5ってのは5と2分の1ですね分数にしますさあそして割ります1分の 60××2 分の11のひっくり返しますからかける ×11 分の2です 約分分はできません。11分の120さあそして対分数に直しますで割り切れませんぴったりになるということはまあほぼえまあ多分ないね10余り10ですつまり10と11分の10分後に追いつくですから2時10と11分の10分こういうその分数になるんです だいたいそんなもんですよね、これね。10分ちょっとかけるかなっていう時に追いつくよね。さあ、じゃあ2問目。じゃあ今度はこれはどうでしょう。長針と短針が90度になるのは何時何分でしょうか。さあ、2時の時ここですね。そしたら、 ちょん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 さあこれね9 0度になる時ってどういうことかっていうとまず一旦6 0度の差がですよ追いつくよねこれ追いついてさらに追い越して短い針はこの2と3の間にしかいけませんから長い針がこの辺の時ねこれで9 0度だよね そうだとするとね、いい長い針は60度の差を追いついて、さらに90度差をつけた時だよね。だから60たす90の150度を追い越したってことなんですよ。150度追い越した時は何分かというと、 長い針は1分に6分短い針は0.5度だから150度をね6-0.5度の5.5度ずつ追いつき追い越すわけですだから 150÷5.5 になります5.5を5と2分の1に直して割ります 1>, 1分の1 5 0ける2分の11をひっくり返して11分の2そして11分の300にして対分数に直す決して区切りのいい数にはこれならないんです27と11分の3ですから答えは2次。 27と11分の3分。だい大体、ちょうどまさに2時十7と11分の3分って感じでしょこれね。さあ、じゃあ今日ラストこれで。えー、長針と短針が一直線になるのは何時何分か。これが3番。これはラストです。さあ、今度は今ね、追いつきましたね。90度の先になりました。さあ、そして一直線になるのは何時何分か。ね。さあ、これも一直線書いてみましょう。 ちょん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 とさあ、えー、2時のな短い針こんな感じですさあそして長い針がこうなった時ですねこれが一直線ですよじゃあこれどういうふうに考えるかっていうとまず最初に2時ちょうどの時には60度の差そしてその60度の差を追いついた そう、そしてさらに追い越してさらに180度差がつく。だから、長針は短い針を60度追いつくだけじゃなくてさらに180度差をつけなければいけない。60たつ180度240度。ね。240度追い越すわけです。 さあ、そしてどうやって追い越すかというと、長針は1分間に6度、短い針は1分間に0.5度ですから、 240度を1分あたり6-0.5度、つまり5.5度追いつき追い越していきます。ですから 240÷5.5、やっぱり同じ 5÷5.5 なんです。さあ5.5分数に直すと 240÷5 と2分の1。対分数に直してひっくり返すと1分の 240××11 分の2でひっくり返します。さあそして11分の480分ということになりますけれども、 4 8 0る1 1 4であって44また4です40で今度333で余り743、えー、と11分の7分さあですから答え書く場所ここにしましょう2時43と 11分の7分まさに45分よりちょっと手前のね時に一直線になるわけですいいなと思ったらチャンネル登録メンバーシップお願いしますでは今日はここまでにしましょう